ありえねえわー。俺のカーベイドバーの、榴弾が貫通しないなんて、そんなん、ブリッツのモチベ、だだ下がりだわこれ。そやあ、動物タワーバトルに、癒しを求めたくもなるわい。確かに、今回のアップデートで、ナーフされるとは聞いてたけどさ。ティア6のラスボスとして、君臨し続けるのが、カーベイドバーでしょ。それをなくしちゃったら、プレイヤーの誰もが悲しむし、その前に、俺が号泣だわ、いやマジで。だって、152ミリの榴弾だよ。直撃したら、戦車だってワンパンでお釈迦になるやん。そりゃそうやろ、なんでナーフやねん。あれ、貫通力強化ってできたよね。マグハン、説明、お願いします。説明しよう。戦車の砲弾には貫通力というものがもともとあるが、拡張パーツの選択によって、砲弾の貫通力が微妙に上がるゲームシステムである。それまでのゲームテイストとは少々異なるが、もともとがバイカーベイドバーなら、貫通力強化して、今回のアップデートのナーフのカバーリングができると推察される。以上。じゃあ、これと、これを選択して、出陣してみるわ。今回の 6.2 アップデートで、ナーフされたカーベイドバー。拡張パーツでカバーリングできるのか、実際にプレイしてみました。戦闘開始。さて、まずは柔らかい戦車で試してみたいので、ルートを右に取ります。味方の皆さん、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。拡張パーツによってもたらされる、貫通力強化とはいかほどのものなのか。アップデート前はガバガバな照準をカバーすべく、直撃の確率を上げる仕様にしていましたが、これからは貫通力強化。果たして、長距離、中距離でも、レティクルはどのくらい絞れ、どのくらい当てることができるのか。皆様もご参考になさってください。お、敵さんの重戦車と駆逐戦車も、こっちのルートで来てくれましたね。敵の砲弾を避けるために、多少もじもじしますが、長距離のレティクルと着弾の正確性、砲弾ダメージの様子を見てみてください。敵さん、我慢できずに発砲しましたね。では、次はこちらのターン。しっかり当てていきましょう。お、砲塔側面が角度によって貫通する表示に変わってますね。あとは狙って当たるかどうか。今回割りたい部分に当たりましたが、まだまだチャンスはあるので、打ち込んでいきたいと思います。拡張パーツの変更後の初戦で、この戦いになるとは、ラッキーでした。チャーフィーではなく、KV-1S の正面車体下部。ここも抜ける表示になっています。貫通力強化の効果がかなり出てますね。駆逐戦車のカテゴリーではありますが、最大レベルまでスナイパーのスキルを上げてあるので、たまにまっすぐに飛んでいくのを加味しても、この命中率なら全然違和感なく、カーベイドバーを使えそうです。敵の重戦車たちが、前に詰めましたね。では、私も前に詰めて、中距離の砲弾貫通力はどう変わったか、見てみたいと思います。敵のカーベイドバーの砲塔側面が全面貫通表示になっています。ナーフを拡張パーツの選択によってカバーできることがわかりました。本当に嬉しい。ありがとう、拡張パーツ。これで、今まで通りのカーベイドバーが帰ってきました。砲弾命中率や貫通はやや落ちた感はありますが、敵にこれだけの大ダメージを負わせられるなら、十分であると私は思います。それでは、検証を終わります。まったねー。